もこれくらいだったら分からんね。おはようございます。あ、そう、今日15分で、確実に15分で持っていかないとちょっと間に合わないのですいません。ヨンパチさん、ハート、ありがとう。おはようございます。おはようございます。何の仕事な、あ、今から高松にはい、今から香川に行きますので、公園で。モさんってありがとうございました。あんまり寝れてなくて、本当はもうさん、ハットありがとうございます。40分ぐらいしか寝てない。うん、50分ぐらい。大丈夫。昔からおじいさん、ハッティありがとう。マハさん、レインボースターありがとうございます。そう、移動で寝ようと思ってたから、そう、ぽかぽかばさん、どんありがとうございます。安倍川もちさん、レインボースターありがとう。やっほー、あ、TikTok 見てくれてありがとうございます。香川県ならそんなに3時間くらいですかね。
アスカちゃんレインボースターありがとうございます。本当ハートありがとう。ありがとうございます。ほんと食べたうどん、その素敵さは素敵じゃないですね、残念ながら。モサルありがとう。何うどんが食べたい？困る、その質問。うどんあんま食べないから焼きうどんが食べたい。汁ない方が好きかもしれない。私混ぜそばがめっちゃ好きなんですよ。ちょっと太めな感じ、ちょっとあの感じがすごい私は好きです。好きなんで。でもやっぱ王道のきつねですかね。きつねが食べたいかな。焼きうどんかカレーうどんかきつねか、あと牛肉、牛丼みたいな。もうカレーその種類が分からんけ、なんも分かんない。キラキラ。そう、台湾まぜそばとか好きよ。油そばとかめっちゃ好きです。百均のやつ、今日これそう、これ百均のやつ。そうがひょうになったよ今。ひょう。さあ、ハッありがとうございます。そう、今日も頑張ります。
小顔。今日は小顔を貼ろうかな。耳の裏にもちょっと貼るらしいので貼ります。はい、大きい貼りました。聞いてるか全然よし、これ聞いてる全然聞いてるこれ分からんけど、まあ気持ちって大事だからさ、やっぱ何でも気持ちから入っていくから全部。はい、まあ、ではちょっとね、時間が来てしまったので配信終わろうかなと思います。とりあえず男女読みます。13位ペパミン、12位ふくろさん、11位としさん、10位昔からおじいさん、9位にっくん、8位確定ちゃん、7位ロコポコさん、6位なおなおさん、5位ハロさん、4位もーさん、第3位がポンタン、ありがとうございます。第2位がふっさん、ありがとう。そして今日の第1位がゆっぽくん、ありがとうございます。今日も朝配信、今日はちょっと早い、朝5時からなんだけど、配信を見てくれたみんなありがとうございました。またいつでも見に来てください朝は6時半から毎日してるので、ぜひ来てくださったら嬉しいです。来てください、お待ちしてます。そして何ですか、そうですねお待ちしてます。では、皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。おやすみ。